歌手の額と50が10日までに自身の XQ ツイッターを更新。ジャニーズ事務所の小ジャニー北川元社長の性加害問題をめぐり、所属タレントをイメージキャラクターとして起用している各企業が広告契約の見直しに踏み切ったことに言及した。いやいや、ちょっと待て各大手企業がこぞってジャニーズ事務所との CM を打ち切るとか、検討するとかやってるが、 そんな問題や噂は昔からどこの企業もスポンサーも広告代理店も耳にしていたはず、むしろ知ってたはず、とコメント。アーティスト個人が何かやらかして CM を打ち切るのはまだはわかる。今回それぞれのアーティストは関係ない、というよりむしろ被害者。その彼らとの CM を打ち切るのはそもそもおかしいし不気味でしかない。それこそ、その企業のイメージダウンにつながるんじゃないのか と試験を述べた。今までそのアーティストやタレントを顔にして散々やってきたのに、ただの乗っかりコンプライアンスで起用をやめるとか。コンプライアンスという言葉を使ってるが、結局乗っかってるだけで何も考えてない。今回のことで露見したのは、それらの企業が彼らを応援するファンの気持ちを全く理解してないということ。ともつづると多くのファンにとって、そんな 乗っかりコンプライアンス。企業に対しては不愉快でしかないだろう。ファン、の愛情を軽視しすぎそんな企業は後で必ず大きくそのツけが回ってくる、と明言した。今回の対応は気持ち悪いの一言に尽きるこの日本の乗っかり風潮がマジで不気味すぎる、まったく、と記した。ジャニーズ事務所所属タレントの CM への起用を見送る企業の動きは広がりを見せており、 大手企業4社がすでに表明。検討中は少なくとも15社以上に及ぶ。同事務所と広告契約を結ぶ企業は100社規模。ジャニーズ離れがドミノのように進むとも指摘されるが、決めるに決められない企業側の事情も透けて見える。